はいどうも、チュープロです。今日もですね、僕がおすすめする、プロレス情報をですね、皆さんに一方的にお付けていきたいと思います。最近ですね、プロレス界の、トレンドといいますか、WWE のトレンドでですね、フィンド、ブレイ・ワイアット選手ですね、っていうのがですね、まあ、結局化け物になって、ね、登場するとですね、画面が、というか、会場が赤いライトですね、染まってですね、もう結局全部が赤い状態の中で、試合をする、まあ何をやるにしても相手の選手全部フィンドのペースに上り込まれてしまう、まあちょっと見づらい感じでもあるんですけどねっていう今展開がですね結構主流になってるんですけども、その昔赤ではなく会場を青に染めたという選手がおりました。今日はその話をしたいと思います。ババーン、青いスポットライトの苔落とし氷河戦士グレイシア選手のことを今日お話ししたいと思います。覚えてるやついんのかこれですね、舞台はですね、1996年頃の WCW ですね、WWE がまだ WWF と言った頃の、ライバル団体、いわゆる NWA が、テレビ会社に買い取られちゃって できた団体っていうのが WCW ですね。まあ、その頃 WCW と WWF というのが結構その、まあ、激しい興行戦争っていうのを行ってたんですけども、まあ、まだ NWO なんていうのができるちょっと前の話で、まあ、結構キャラクター重視合戦みたいなことをですねお互いに繰り広げていて、その中で生まれた選手がこのグレイシア選手なんですね。でグレイシア選手の正体はですね、まあ、レイ・ロイドっていう選手、今55歳ですから、まあ、その当時ね1996年だったりで何歳ぐらい30歳ぐらいかという感じですねだったんですけども、もともとはスタントマンだったらしいんですよ。スタントマンとかをして、まあ、ある程度そのスタント的な動きに慣れている。で見た目はですね、なんだろうな、ストリートファイターのガイルみたいな感じの雰囲気ですかね、という、まあ、ちょっと金髪短髪みたいな感じの刈り上げみたいなね、そんな感じの、まあ、軍人っぽいような雰囲気ですかね、というところだったんですけど、そこにですね、まあ、で実はレイ・ロイド選手過去にその U インターにも来日してるっていう経歴でちょっと異色、まあ、格闘スタイルではちょっとあったのかなっていうところだったんですけども、そこにグレイシアというキャラクターをかぶせました。でどういうキャラクターかというとですね、まあ鋼鉄のなんだろう、まあ鎧みたいな、まあ、ロボコップみたいなセイントセイヤみたいな鎧をですね来て、顔にこうフェイス、この口のところだけのフェイスマスクみたいなのをつけた状態で、まあ銀、まあ、その氷河戦士ですね、氷河の中から生まれた戦士っていうイメージでですね、登場してくる感じになるんですね。でそれがですね、バーン、何週にもわたって大々的な、煽り V をですね流し続けました。すごい、とにかくついに氷河戦士登場みたいな感じでね、イメージビデオ徹底的に作ったわけですね。でその時点でシュープロとかもなんか結構2ページぐらいで氷河戦士グレイシアをですね、まあ、特集したりとかして、一体何者なんだと、どんなやつなんだと、今と違ってまだネット発達してないので、まあ、いわゆる未知の競合ね、ちょっとまだ見ぬ競合というのがですねちょっとこう話題になった。しかもその選手が多分レイ・ロイドだってことは多分気づいてないんですよね、ということがあって、まあ、僕なんかもその WCW はですね、マンデーナイトローだったっけな、まあ、また UHF ですね放送してたので、ちょっとそれで嫌が多いにも期待が高まったということがありました。で、いざ試合になってみると、入場から試合まで全てが青ということで、さっき言ったその格好で入場してくるんですけども、入場してくると同時に、会場のライトが全て青になります。 LED その頃あったのかな、よくわかんないけど、とにかく会場が全部真っ青青い状態になるんですね。でその氷河時期以外みたいなのね、こうイメージするんでしょうね。その中をグレイシア選手がこうゆっくりと入場してくるという感じですね。で、まあ、ロープ開けて中リングの中に入り、それで通常だったら例えばアンダーテイカーなんかも入場の時はそういう青っぽい雰囲気になるけど、試合が始まると普通のスポットライトに戻りますよね。ところが氷河選手グレイシア選手はもう試合が始まってもその青い状態のまんまっていう、その、まあ、本当に氷河選手イメージカラーというのをですねすごく作っていたというところだったんですね。でその選手がですね、今度試合になりますと、バーン、試合は格闘スタイルだったがというところなんですけども、さあ実際その試合が始まってもですね、スポットライトそのままです。相手ちょっとやりにくい感じですよね。で試合のスタイルはですね、いわゆる格闘スタイルということなんで、まあさっきも言ったけどスタントマンやってたっていうことで、どっちかっていうとこう構えて相手をいなして蹴りパンチみたいな、そういう感じのスタンスではあるんですけど、まあどうにもちょっとしょっぱいんですね。動きが取り立ててものすごいわけでもない。例えばその RBD みたいな派手な
飛び回しができるとか、回転して蹴り技かかと落としがすごいとか、すごいハイキック持ってるとかじゃなくて、やっぱり動きがちょっとスタントマンのそれなんですよ。で、意外とそのジョバースカッシュマッチって言ってね、相手弱い相手を一方的に叩き潰す試合とかっていうのが最初のうちよく組まれてたんですけども、それでもそんなにすごい強さを発揮してるわけでもなく、まあ見ててあれっていう感じが結構あったんじゃないかと思うんですね。僕も思ったし、多分観客も思ってたんじゃないかというふうに思うんです。まあそんな感じの試合をですね、何試合かやって、まあそんなにタイトルとかにでもですね絡んできたりもせず、当初思ったほどの動きが出なかったわけですね。で、いつの間にかその試合中の、電気も普通にですね戻ってしまい、でまた途中でまあね、もともとはベビーフェイスだったんですけども、ヒールに転向させられちゃったりとかして、なんとなくなんちゃってみたいな感じで7でまあ消えてしまったという、そういう選手でですね、ちょっと売り出し方をまあちょっと間違えたというか、まあキャラクターのイメージに本人が追いついてなかったというか、やっぱもうちょっと中身をやらした方が良かったんじゃないかなという、そんな感じの一応選手だったということですね。で、まあ結論としましては、ね、まあそれはそれで面白かったということです。で、黎明期のその NWO とかがですね、決定的に要するにその悪いのがかっこいいみたいな雰囲気が出来上がる、ちょっとそのまあなんていうかな、そのアティチュード路線っていうか、その WWF のアティチュード路線、それから NWO 路線、 WCW のねっていう、その結構悪かっこいいみたいな雰囲気っていうのができる直前の時代の、いわゆるちょっとなんかキャラクターをメインで押し出すんだけど、ちょっとマンネリみたいな感じの時に出てきた、ちょっと今考えてみると割とずんどこな感じの選手だったりとかしたんですけども、まあ意外とカルトな人気があったりとかして、2005年ぐらいに復活1回したのかな、どっかのリングで。まあそんな感じで、まあインディーなんかでは結構引っ張られたりとかしたみたいですけどね。まあそういう選手がいた頃っていうのも、それはそれでかっこいいだけじゃないのも面白いじゃないかということで、僕の記憶の中にもですね、よく鮮明に覚えてるという、氷河戦士グレイシア選手のお話を今日はさせていただきました。今日の動画面白かったよという方ですね、この辺りにチャンネル登録されておりますので、高評価コメントよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。